ver, Anida, te voy a ganar.精一杯やるんで、見ててください。吹奏のセレモニーを行います。ご来場の皆様、両国国旗に向かいましてご起立くださいますようお願いいたします。はじめに日本国国歌君が代でございます。君が代が吹奏されます。続きましてニカラグア国国歌吹奏です。ニカラグアの国歌吹奏です。4大タイトルマッチメインイベント、ミニマム級頂上決戦、まもなく注目のゴングです。本日のメインイベント、 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー27戦23勝3引き分け、敗戦は世界タイトルマッチにおける1敗のみ、そして23勝のうち9勝がノックアウト、公式計量は104パウンド4分の1、横浜光事務所属、在位は4年を超え、この試合が8度目の防衛戦、日本ボクシング史が誇る伝説のサウスポー関光則が育て上げた WBA 世界ミニマム級チャンピオン、ニーダー豊か。日本が誇る安定王者ニーダー豊か、最強の挑戦者を迎えます。青コーナー指名挑戦者、
20戦全勝、全20勝のうち18勝がノックアウト。公式計量は104パウンド2分の1。ニカラグア・マナグア出身、いまだ無敗の WBA 世界ミニマム級第1位、ロマン・チョコラーテ・ゴンサレス。世界が注目する KO 怪物ローマン・ゴンサレス、リーダーに挑みます。レフェリー、アメリカ合衆国、マーク・ネルソン。WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ、7度の防衛を誇る王者が最強の挑戦者と対戦です。さあ、ベルトをかけた最高峰の戦い、第1ラウンドから目が離せません。WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ、日本が誇る安定王者新田豊、8度目の防衛戦の相手は未だ無敗 KO 率 90%、 ニカラグアの若き KO 怪物ローマン・ゴンサレスを迎えての一戦です。注目の一戦です。今日の4大タイトルマッチ、その真のメインイベントです。第1ラウンドが始まっています。相手の様子を伺うようなニーダ、細かくパンチを動かします。ローマン・ゴンサレスもここは見ている。お互いに序盤はまず相手の出方を伺うような軽く左を出しましたローマン・ゴンサレス。さあ、注目の一戦、この階級で勝つ世界をどーっと左から右、ナイスボディ。まずはお互いにじっと相手を見据えて、そしてパンチを繰り出す、そんな形になっています。おー、ローマン・ゴンサレス右、大橋さん左をね、はい、ボディにフェイントして右それと上ですね。レベルが高いですね。ローマン・ゴンサレスは20戦全勝、そして 18KO という若き KO 怪物です。今日のこの試合、レフリージャッジ、レフリーはアメリカのマーク・ネルソンさん、これが世界43回目のレフリングです。ジャッジはアメリカのジョン・ポートレイさん、タイのビニット・プラヤドサブさん、アメリカのセルジオ・カイズさんの3人です。レフリーは判定には加わりません。さあ、出来上がり右、大きく右を振っていったニーラ、あまり手数は多くない、じっと見て、そして一戦パンチを放つ、そんな形になっています。川島さん、はい、この王者、まずニーラの表情、そしてこの動き、どうでしょう。やっぱりこの最強の挑戦者っていうのを肌で感じてるんですかね。すごいやっぱり集中してますね、はい。さあ、ロープで詰めた、左が右、これよ、1ラウンド2ラウンドに KO がほとんどなんですね、ですがこの 1-2 っていうのはね、新田選手気をつけたいんですけど、ボディに来るグイグイ来てますね。右からボディ、新田が周りを回るような感じ、それを左から突く。ローマン・ゴンサレスが前に前にプレッシャーをかけます。内藤さんは以前ローマン・ゴンサレスの試合、同じように放送席でご覧いただきましたけれども、はい、どんな風にご覧になってますか。やっぱり圧力が強くて、あと僕が思うに、はい、ボディ打ちがすごい上手に思いますね、コンビネーションから左のボディでいくつもの KO を奪っています、このローマン・ゴンサレス。背中が見えているのがチャンピオンの新田豊、顔が見えているのがローマン・ゴンサレスです。左を打っていくガードの上、初挑戦なんですけど、落ち着いてますね、ちょっと試合前は緊張してるかなっていう、そういう表情にも見えたんですけれどもね、ちょっと相手を見てね、その隙を待ってますね。左トリプル、スピードありますね、いいですね、飛んで左、おっと激しい打ち合いか、左右のアッパー、左のアッパーが顎を隠める、右ゴンサレスが前に出る、ロープつまんない方がいいですね、新田選手ね、ロープつまると肩にかかってくるんで、ゴンサレスがプレッシャーをかけます。やや新田が回りながら後ろに下がるような、しかしそこからでもパンチを出していきます。もう第1ラウンド残り10秒の表示になっています。細かくパンチを動かしながら前に出るゴンサレス、これは空振りです。やや半身の体勢、左、これはブロックの上、最後右、ここで第1ラウンド終了のゴング。非常に緊張感のあるこの第1ラウンド、お互いにその持ち味を見せています。この4大世界タイトルマッチのそのメインイベント、ミニマム級のタイトルマッチ、放送席はこの試合も大橋さん、川島さん、そしてゲストに内藤大輔さんを迎えしています。どうぞ皆さんよろしくお願いします。さあ、第2ラウンドが始まりました。第1ラウンドから本当にその紙一重の攻防を争うような、そんな試合になっています。左を放っていくニーラ、左から右、ボディから3発打ちます。ニーラ選手ね、左が速いですね、やはりこの試合を前に、まあ、ここ 2,3 試合そうなんですけれども、
自分の持ち味であるスピードをさらに伸ばす、そんな練習をしている。おお、強烈なボディでした。強いパワーとスピードですね。放送席からもどよめきが起きます。川島さん、どうですかこのゴンサレス。いやー、ちょっとパンチ力が、音が違いますね。放送席の斉藤さん、はい、そのゴンサレスに対する新田サイドですけどもね、はい、新田陣はちょっとね力が入って狙いすぎてるんで力を抜いていこう、でゴンサレスに対しては打ち終わりを狙われてるからこれは気をつけようと、はい、そういう指示ですね。赤コーナー新田サイドは島田博史アナウンサーです。放送席斉藤さん、はい、一方のローマンゴンサレスサイドなんですが、はい、あの控室でですね事前にニカラグアにいる恋人に電話をしたりとですね非常にリラックスして笑顔がありました。おーっと見た、はい、それですね指示としては新田がプレッシャーをかけてきているのでそれに我慢しろ、はい、そしてコンビネーションだ生きたパンチを出せ、そういう指示です。左から右、青コーナーローマンゴンサレスサイドは赤平勝アナウンサーです。ボディ打ちはやっぱ上手いですね。しかし新田もボディを返します。大橋さん、はい、そのボディが特に強いプレッシャーをかけてくるゴンサレスに対して新田はどういう攻めを見せていけばいいんでしょうか、ね、左ジャブとですね、はい、左のボディを打ってきたら左フック合わせること、はい、左合わせる、はい、やっぱり前半が怖いんで終盤、はい、中盤ですね、何か持ちこたえれば新田選手必ずチャンス出てくると思うので、はい、今は我慢の時ですね。新田はもちろんスタミナには、まあ、十分にこれまでのキャリアありますからね。左、うわー、打ち合う、打ち合う、ゴンサレスも右を出す、激しい左、まるでウェイトが違うかのようなパンチですよね。ただね、お互いレベルがハイレベルなあれ打ち合いですよね。ちょっと新田が後ろに下がるような形になっています。ガードの上から打ってくる、ボディを伸ばす。新田選手がタッチングするとですね、はい、リービングとキング新田選手うまいので、はい、そうすると大体選手空振りするんですけど、うまくねアッパーを合わせるんですね。気にするところにこれですね。やはりこのボディいいアッパーが出てきます。ちょっと緊張だ。さあ新田がちょっと下がる、しかし新田もパンチを出しています。これも軽く当たる。右のボディ、右を2つ返してくる。じっくり相手を見せているローマン・ゴンサレス、顔が見えています。相手のパンチにカウンターを合わせたいニーラ、ガードの隙間から左を放っていきます。第2ラウンド残り20秒、また左を出す、ちょっとジャブを見せている。今度はボディ左、ニーラがここは積極的にパンチを出す。さあローマン・ゴンサレス、ちょっとパンチが減ってきたか、前に出る。ニーラがそれをさばき、回りながらパンチを出していこうというニーラ、ここはうまく受けています。体を合わせたところで第2ラウンド終了です。ものすごい緊張感の2ラウンドが経過しました。ラウンド3、世界を争うタイトルマッチ、これから第3ラウンドに入ります。新田はこれが8度目の防衛戦、この8度目の防衛に成功すると日本歴代王者連続防衛記録3位タイに並びます。放送席から出てる、しかし新田もパンチ返す、前に出ます、積極的に前に出る。新田も勝負出てきましたね。激しい打ち合いだ、新田必死の競争、前に出る、パンチを出します。おお、新田パンチを小切れさせません。いいね、前に出る、前に出る、気持ちが上がるね。お互い手が止まらない、体を浮かせる。新田第3ラウンド積極的に前に出ています。もう元気強いですね新田もね、はい、このままじゃペースいっちゃうと思って、自ら打ち合いに出ました今ね、それ作戦的にはいいと思いますよ、はい、一瞬ゴンサレスもね発見に取られた表情になりましたから、さあ一旦ここで距離を取ります。また左を打つ、新田の左、しかしゴンサレスも返してくる。コーナーに詰まります、コーナーに詰まる。新田がここは体を預けます。一撃必中、一撃必殺という、そういうパンチの応酬です。第3ラウンドです。左を狙う、強敵ですよね、はい、すごいよ。場内からもものすごいどよめきですけれど、川島さん、はい、この第3ラウンド2位がどうでしょう。やっぱり流れを変えようという打ち合いに出て、はい、いいパンチ当たってると思いますね、はい、動きあるいは一つ距離感というところもポイントになると思いますけれども、そうですね、ちょっとあんまりロープは背負わない方がいいですね、第3ラウンド序盤は新田が積極的に前に出ました。今またここで少し落ち着いていますが、しかしパンチを出していきます。左から右、ここはうまくダッキングで避けます。体を入れ替えました新田。いやー、左、新田の左も当たっています。このね、はい、もしもしとくるような、ね、このプレッシャーのかけられ方ですね、はい、すごく嫌なんですよね、こういうプレッシャーのかけられ方ね。新田もこのプレッシャーに関しては過去の試合のゴンサレスの試合を見て十分にそこを意識した上で今日の試合を組み立てている、そんな新田、右が当たっている。ショートレンジのパンチを打ち合う、ニーラでパー、合わせ
せます、ニーラ。しかしそこにどんどんとパンチを打ち込んでいきます、ゴンサレス、痛めのパン。ガードを後ろに、左、左、これもパンチが当たっている。ちょっとボディーが痛いな、今。ボディを受けというような表情か、ニーラ。ゴンサレスが前に出る、ゴンサレスが前に出る。ニーラのパンチを出す。頑張ってほしいな。ボディを狙っていきます。大橋さん、かなりゴンサレスはこれボディ狙ってますかね。そうですね、まあ、ゴンサレスはもう元々のスタイルがボディを狙うスタイルですから、はい、いつもの通りですね。左のボディへのフック、これが非常に強烈なものがあります。そこだけ気を取られてると今度左アッパー顔面に飛んでくるんですね、はい、今度はニールが左のアッパーを出します、はい、これですね、これが来ますね、はい、ガードの間から入ってくるんですよね、はい、頭に出るニールが下がる、左リンダがなった攻撃ですね。さあニールが詰まる、ゴンサレスがパンチを出す、左顔面を捉えている、カウンター狙ってほしいな。さあニーダが下がりながらパンチを出す、しかしゴンサレスがそれを追っていく。もう第3ラウンドほとんど時間がありません。これまでには当たっている、ゴンサレスがプレッシャーをかける。これ第3ラウンド終了です。この番組は永谷園とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。第3ラウンド共にパンチを出しましたが、このゴンサレス左あるいはボディ顔面へというパンチが何度も見られました。非常に、ね、理にかなった攻撃の仕掛け方ですよね。上下引っ掛けながらと。さあ第4ラウンドが始まりました。第3ラウンド中盤からまたゴンサレスが前に出ています。おっと左から右、またロープに決まる。2位だ、出てきましたね。ゴンサレスが前に出る、どんどん追っていきます、どんどん追っていきます。左頭を下げたところ左のアッパーが来る。セコンドからゴーサイン出たんですかね、ゴンサレス。さあゴンサレスが前に出る、ゴンサレスが前に出る。コーナーに詰めるか、ニーダが苦しい。さあボディを打てという、そんなニーダ自分もパンチを返す。ニーダが歯を食いしばりながらパンチを出す、左のフック。カウンターを狙いたい、そう話していましたニーダ、相手が来るところ。大橋さん、はい、ニーダはゴンサレス確かにプレッシャーはある、勢いはあるけれども、そこの中で自分がのようなカウンターを持っている選手って今までやっていないだろうから、自分はそこを狙いたい、そういう話もしていたんですが、すごい目が腫れてますね。今ね、はい、今ちょっとカウンター今打ってますね、これでいいんですよね、はい、ニーダもね、勝てばですね、具志堅さんの13回の記録というのはもう現実問題になってきますからね、ちょっと目もね、2段腫れてきましたね。ちょっと右の目の上が腫れている感じがします。さあゴンサレスが来る、ゴンサレスが来る。ニーダも左のアッパーを出します。ゴンサレスが左、左の服フェイントを入れながら、はい、ゴンサレスサイドですがね、ニーダの右目がちょっと塞がってますよね、もうそこを狙ってけ、そこを狙ってけと指示が出てますね。あ、確かに右のまぶたの上が、まぶたがかなり腫れています。しかしああなるとですね、はい、左フックですね、フェイント来ると、はい、もうボディに完全にパンチもらっちゃいますからね。ボディを打つ、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 右が当たっている。ニーラしかしパンチを返す、ニーラパンチを返す、しかしこれはブロックに阻まれている。またゴンサレが左に行く。川島さん、はい、ニーラはどうしたいでしょう。そうですね、カウンター合わせたいですけどね。なんか右が当たって、あっとカットしているようですね。右の目尻のあたりから血が流れているように見えます。ああちょっと聞いちゃいますね。ボディが効いているか、右がかなり腫れています。鼻血がすごいですね。鼻血が今飛んだんですね。鼻血がすごいです。右の目がかなり腫れています。ここで一旦レフリーが止めます。鼻から出血、それが顔面に今飛んでいました。右のまぶたを、そこをチェックしています。レフリーがドクターに見せました。第3ラウンド、そしてこの第4ラウンドと激しいパンチをゴンサレス、あっと、あっと、ゴンサレスの激しいパンチを何発も受けました。その右のまぶた、右のまぶたが腫れました。今ゴングが打ち倒されました、打ち倒されました。ニーダ敗れました。ニーダ、この8度目の防衛戦、KO 怪物ゴンサレスのそのパンチを何度も右のまぶたに受けてここで止めました。ニーダ、王者がここで陥落です。 KO 怪物が今歴史へのその扉を開きました。涙を流します。この三原川慶応怪物、あの落ち着いた表情から、しかしやはりここに嬉しさがみなぎっています。大橋さん、終わり方として非常に
悔しいですよね。そうですね、悔しいベルトの失い方ですよね、はい、あの追い込まれてたんですけど、はい、カウンターのタイミングがねちょっとずつ合ってきてたんですよね、これからっていうあの時でもあったんですよ、それが止められたんで飯田選手は悔しい負け方ですよね。4ラウンド1分59秒、ドクターストップによる TKO 負け、このノーマン・ゴンサレスがベルトを奪いました。お送りしました四大世界タイトルマッチ、ナシドは2度目の王座、そして西岡は悲願のベルト獲得、ニーダは残念ながら王座から陥落しました。放送席解説は大橋秀之さん、そして川島勝重さん、ゲストは内藤大輔さん、3人の皆さんでお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。